時間がゆっくり過ぎてるっていうか、なんかいてストレスなくゆっくり過ごせたかなと思います。どういう工程でラケットができるのとか全く考えたこともなかったし、今でも相当高い技術でラケットを作ってくれてるんで、限界はあるのかないのか、そこはちょっと聞いてみたいですね。一番印象に残ったのは手作業が多い、やっぱり機械で大量生産してるのかなっていうイメージだったんですけど、本当に一本一本丁寧に人が実際に手に触るところを大事にしてるっていう、それが本当に一本一本ラケットに気持ちこもってるなっていうのをすごい感じました。皆さん社員が普通にやってることを体験させてもらった時に、何一つまともにできなかったっていう、本当に難しいことを淡々とやり続けるあの集中力は、自分も見習いたいなと思いました。桃田選手に会えると聞いて、いつもテレビとかで見てるような人だったので、とてもびっくりしました。それと同時に嬉しかったです。今回来てもらうってなって、僕なりにこういうこと知ってほしいなみたいな、いっぱいあるわけですよ。やっぱりヨネクトの歴史長くやってきてて、多分ずっとうちの用具使ってもらってきてるじゃない、ウェアもそうだし、でそれ使って活躍してもらってて、だから古い工場見て昔はこうだった、でそれからその新しい工場になったって、そのヨネックスが変わっていく部分でも、変わらないのはこの寒い雪国で職人たちが プシューッとやりながら、でレザー切りながらやってるっていうのが一番知ってほしかったかなと。でそれを使ってる、だからこれ大事に使わなきゃなって思うことよりも、その人たちが作ったものを自分が使うことで世界に発信できる、僕らは絶対できないから、そういうのが一番工場サイドと選手サイドも連動するのかなっていう感じがしてて、そこら辺を一番伝えたかったかなと。やっぱり1年間ずっと試合してたら、やっぱり疲労もたまってくるし、そうなってきた時に、出だしは重いラケットでもビュンビュン振れてたのが振れなくなったり、そういう時期がある時にちょっと軽いのを用意してくれたり、軽いけど振り抜きが良くてヘッドが効いてたり、そこに応えてもらえてるのすごいありがたいです。実際その新製品の開発の中で、自分たちが良いと思ったものと、なんか選手がこう非常に細かい部分まで感じていただけるので、その微妙な違いの指摘だったり、そういったものがすごい参考になっていて、自分たちで感じ取れない部分だったり、そういった数字と人の感性っていうのを橋渡しっていうのが、今課題でもあるんですけど、どういいのかっていうのは明確な評価を持っていかないといけないので、そういった方たちが何をこう好むのか、そういった評価がすごい大変参考になってます。モーションキャプチャーを使う研究っていうのは、よくバイオメカニクスっていうふうな学問分野になるんですけども、スポーツバイオメカニクスに関して言うと、技術の向上、なぜ上手な人はこんなことができているのかっていうものを、研究する分野であるので、こういった我々の研究もバドミントン界全体の競技力向上、そういったことにもしかしたらつながるかなというふうに考えています。選手よりもラケットに追求してるっていうか、探求心というか、そういうのは本当にサポートしてもらってる側からしたらすごい心強いなっていうのはあります。本当一言で言うと、パートナー、工員の人も開発の人も全員パートナー、お互いリスペクトしてる部分っていうのは全然大きい。新潟工場で作られているラケットは特に品質管理を徹底しています。それによって、桃田選手が我が社の製品を安心して使っていただけるようになると思います。誰が作ったかは表に出ないけど、それが活躍している選手が使ってくれるっていうことを唯一喜びみたいに思って、みんながそれを作ってるっていうのが、僕は一番強みだと思うんですよ。で、そういう人がいっぱいいるのがヨネックスなんだなって。球持ちがすごくいい、その分コントロールもしやすい、本当に自分のプレースタイルに合ったラケットかなっていう、打球感があると自信持って一球一球打てるようになるし、接戦をものにできるのも勝負どころで自信を持ってラケット振れてるからだから、そこも重傷できた要因の一つかなと思います。あ、いいっすねって一言言ってもらうと、すげえこうハマった瞬間、あれ何者にも
変えられなくて、俺らは嬉しくて、それを工場の人に言うと、工場の人はマジでみたいな、もうやっぱ当たった瞬間、シンクロした瞬間すげえ楽しいんだよね、やっぱり。だから工場見学っていうのが俺らももらえる、桃田選手から元気もらえるみたいなのもあるんだろうなみたいな感じで良かったなと。自分がこだわったこのラケットを形にしてもらえてなかったら、今年みたいな成績は残せなかったと思うし、これからも一緒に戦っていきたいなと思います。